すき焼きは、食肉や他の食材をあさいて鍋で焼いたり煮たりして調理する、日本の料理である。調味料は、醤油、砂糖、酒など、またそれらをあらかじめ合わせた割り下が使用される。一般的なすき焼きには、薄切りにした牛肉が用いられ、ネギ、白菜、春菊、椎茸、焼き豆腐、白滝、麩などの具材が添えられる。 溶いた生の鶏卵を絡めて食べることが多い。鶏好き、豚好き、魚好き、カニ好き、うどん好きなど、牛肉以外の材料を使用したものについても、好きと呼ぶことがあるが、調理法や味付けはそれぞれ異なる。砂糖と醤油を用いた甘辛い味付けの料理の総称として、すき焼き風という呼称も用いられる。また牛丼チェーン店などにおいては、牛好き鍋あるいは、 牛鍋という名を使用した類似料理を提供している。日本では幕末になるまで牛肉を食べることは一般には行われていなかったが、別にすき焼きと称された料理は存在していた。古くは江戸時代前期の寛永20年に刊行された料理書料理物語にすき焼きが登場しており、これはタなどの魚介類と野菜をす材の箱に入れて、 味噌煮にする料理である。さらに、今日は元年の料理書、料理総資難では、すき焼きは、すきの上に、右の蝶類を焼くなり、色が張るほどにて食してよしと記述されている。また、文化元年の、料理談合集や文政12年の、芸肉調味方にも、具体的な記述が見られ、 使い古したスキを火にかざしてカモなどの鶏肉や芸肉、魚類などを加熱する一種の焼き料理であった。他にも、スキ身の肉を使うことから、スキ焼きと呼ばれるようになったという説もある。この魚介類の味噌煮の、キ焼きと、蝶類、魚類の焼肉という、スキ焼きという2種類の料理が、スキ焼きの起源として挙げられている。第9回朝鮮通信誌の聖術館であったサルイ。 漢は著書、海有録の普遍、日本劇未雑録において、日本料理では、杉に思って、美食となすと言及している。その記載によれば、魚肉と素材など様々な食材を酒と肥をで煮た料理ということで、朝鮮における雑湯のようなものと表現した。名前の由来としては、何人かが杉の木の下で甘宿りした際に、杉の木で炊いた火の上で、 各人の手持ちの食材をまとめて、器で煮たものが美味だったことから名付けられたとしている。次は日本語で、好きと発音し、煮ることのなまりことが、焼きというため好き焼きの俗称があるとし、この場合漢字では、勝技焼きと記した。ぶつ切り牛肉を使用した、味噌仕立ての牛鍋東京の牛鍋店、いろは牛肉店の入り口。木村昌平の、いろはのほか、岩谷松平。 竹中九二らが牛鍋屋を開きしのぎを削った牛肉のすき焼きを早い時期に食べた資料が今も残っている。嘉永7年正月5日に長崎にて三つクリーンはじめが牛肉をまさきのりですき焼きにして食べたという生成日記の記録である。また長崎では牛、豚、鶏がすでに食べられていたと記述がありすき焼き屋が 安政元年までは様で繁盛しなかったが、安政5年6年頃から、ぼちぼち回転するものが増したとある。福沢諭吉は、福王寺殿の中で、敵熟熟党だった、安政4年頃、大阪に牛鍋を食べられる牛肉屋が2軒あったと、回想している。幕末の安政6年に、横浜が開港された後、外国人居留地に暮らす日本国外の人々から、 肉食文化が伝わってきた。当初、横浜港付近の農家から牛を購入しようと、試みたが、農民たちには、食用の文化がなく、食用にされることを知って、牛を売ることを拒んだため、中国大陸や朝鮮半島あるいは、アメリカ合衆国から食用牛を仕入れていた。しかし、居留地人口の増加に伴い牛肉の需要が増加すると、 それだけではとても間に合わなくなってきた。やがて近畿地方や中国地方が和牛の産地であるのを知り、これらの土地の家畜省に依頼して神戸を経由して横浜へ食用牛を輸送させて供給を満たした。このような背景のもと、江戸幕府は現時元年、居留地に指定されていた横浜の海岸通に土牛場の開設を認めた。 途上開設から2年遡った、文久2年に、横浜入船町で居酒屋を営んでいた、伊勢熊が1軒の店を2つに仕切り、片側を牛鍋屋として開業したのが、最初の事例とされる。また、文久2年に、横浜で、ー糸業を営んでいた、久保田松之助が、料理屋を開業、そこで牛鍋を提供していたという事例もある。幕末期。 開口場の横浜では、牛肉の入り屋台があった。1867年、江戸の芝で、珍しい牛肉屋を開いていた、中川や、貨幣の中川も、牛鍋屋を開業した。明治元年、高橋乙吉が、大田縄のれんを創業し、ぶつ切りの味噌煮込み風牛鍋を提供した。同年、横浜に続いて、東京の芝にも外国人向けと牛場ができると、 牛鍋屋の流行は飛び火し、それ以降の牛食は文明開化の象徴となった。関西でも1869年に神戸元町に牛肉店、月下亭が開店している。1870年、福沢諭吉は築地の牛馬会社の求めに応じて書いた牛肉や牛乳の摂取を進める宣伝文、肉食の説で古来我が日本国は農業を務め、 人の常食五穀を用い肉類を食うことまでにして、人身の栄養一方に偏り自ら病弱の者、多ければ、今より、大いに牧牛羊の方を開き、その肉を用いその乳従を因味仕様の血を補うべきはずなれども、数千百年の旧式、一国の風俗をなし、肉食を得たる者の,のごとく言いなし、りにこれを嫌う者を多し、 筆教人の天性を知らず人心のキュウリをわきまえざる、無学文盲の空論があり。福沢諭吉肉食の説、九時九かなから、青空文庫と表現していた。1871年に、金垣路文は、こうした状況を、あぐら鍋で、死能交渉老若男女剣具貧伏をしなべて、牛鍋食わねば快化不進むめと表現していた。あぐら鍋には、 東京の牛肉店の様子が書かれており、多種多様な牛鍋が表現されていて、その中にすき焼きもある。松尾は1854年に、三つくりがんはじめが、長崎で農具の好きですき焼きを食べてから、1871年の、あぐら鍋での鉄製の厚手の縁のある浅い、すき焼き鍋に変わり、現在のすき焼きに20年足らずで統一された、可能性があると書いている。 堺は、明治の初めの牛鍋というのは牛肉を使った鍋、料理全般を指し、肉と木を使うというところまでは共通理解であったが、他は、客が決めていたのであると書いていて、一方、すき焼きはというと、当初、牛肉を使った鍋料理の内焼焼肉に近い食べ方を、する鍋を指したようで、これも牛鍋に含まれていたと書いている。 試行錯誤が行われるうち明治7年には醤油味の鍋が主体になってきたようで明治10年には鍋で飯だというだけで鍋が出てくるようになったと書いている東京における牛鍋屋は1875年には70軒になり1877年には550軒になった東京の浅草に1880年開業したは明治後半に東京で 関西風すき焼きが広まったために、1903年に牛鍋屋からすき焼き専門店に変えたと言っている。すき焼きは関東大震災をきっかけとして関東地方にも伝わり、牛鍋の言い換えごとしてのほか、牛鍋に習って割り下を使用する鍋料理へと変化していったという説もある。大河内正都氏は、江戸式の牛鍋は鍋に肉を重ならないように敷いて、 肉の上には、タレが昇らない程度に入れて、好みによって、ネギを、そろりと肉の上に乗せるだけで待つ、料理法で、お狩り場焼きに近いと言っている。また、髪型のすき焼きは、はじめから野菜を、鍋の中で脂肪で一度炒めてから煮る。砂糖、醤油、薄い出汁をたくさん入れる。魚すきのような煮鍋だったと言っている。古川六波は、東京の牛鍋は、 割り下で牛肉を鍋で煮るもので、野菜は、ネギのみ、あとは、白滝がつくぐらいのもので、豆腐などは、入れなく、食べる際に生卵を使わなかったと書いている。また、大正時代に、関西で食べたすき焼きは、ザラメと味噌の煮汁に、たくさんのザク、青菜、湯葉、麩などを入れ、そこへ、薄切り牛肉を煮込んだものだったと書いている。関東大震災後ぐらいに、 東京にも関西風すき焼きが進出し、そのうち東京の牛鍋屋もすき焼きの名称を使うようになったが、大半は関西風ではなく割り下を使ったものだった。また、関西風すき焼きと東京風牛鍋の合い残り U が流行ったと書いている。大谷洪水は、本当のすき焼きとは、扁平な鍋を使い、油脂以外は鉄板の上に液汁を加えず、 牛肉が社熟したら湾の中の調味に浸して食う肉が、なくなってから素材を入れて、牛肉の液汁という詩で入り、肉と素材は共存させないと書いており、現代におけるオイル焼き、鉄板焼き肉に近い料理のことを指していることがわかる。沖縄県のすき焼きすき焼きは、日本国内各地方で、その調理法に違いが見られる。使用する野菜も、 地方や家庭によってはもやしを入れたり、じゃがいもを入れたりと、様々である。東京、横浜、京都、大阪、神戸で共通することは、まず最初に火にかけたすき焼き鍋に牛脂をひいて、牛肉を焼き、味をつけ食べる。その後に、野菜や豆腐などの具材を加えて煮ていくということ。違いは、味付けを、東京、横浜は割下を用い、京都では、 砂糖と割り下を用い、大阪、神戸では、砂糖、醤油、だしを用いる点と細かい具材の違いである。北海道、東北地方、北、関東、新潟県などでは、牛肉ではなく豚肉を使うことが一般的であった。これは、かつて、これらの地域では、牛肉が相対的に高価であり、食べる習慣があまりなかったことによる。 貨幣経済の浸透と所得格差の是正により牛肉が容易に入手できるようになった現在もなお牛肉を使ったすき焼きを牛すき焼きと呼んで区別する店や地域が残っている滋賀県や愛知県などでは鶏肉を使用するスタイルもある愛知県の尾張地方では鶏肉で作るすき焼きを引きずりとして区別することがあるが牛肉などを含めたすき焼き全般を 引きずりと呼ぶ場合もある。滋賀県の琵琶湖沿岸では、すき焼き風の味付けの鍋料理を、順々と称し、牛肉や鶏肉のほかうなぎ、イサザ、ナマズ、コイなどの古魚やカワウオを使うこともある。また、大阪府では、魚介類を使った、おきすきが、郷土料理として親しまれている。高知県では、芸肉を使用する、クジラのすき焼きも、一般的である。気候や、 歴史的な経緯により鍋料理の文化が存在しない沖縄県では、すき焼きはフライパンで調理する、皿盛りの煮付け料理、あるいは、砂糖醤油味の肉野菜炒めとして認識されている。使用する野菜も、キャベツやレタス、青菜や人参など自由度が高く、大衆食堂の定番メニューとして、生卵や目玉焼きを中央に乗せて提供される。また、白滝ではなく、 春雨が用いられる例が多く、食べる際にマーガリンを加えたり、沖縄本島中部では、タバスコに代表される、ホットソースをかけて食べる習慣もある。溶き卵と牛肉、すき焼きの魚、生の鶏卵をかき混ぜた溶き卵につけて、食べるようになった由来は、暑さを冷ますことや、濃い味付けを緩和するなど諸説あり、定かではない。 初期の味噌味の牛鍋に生卵は使用されなかったことから関西のすき焼きから広まった風習ではないかという主張もあるが鍋料理に生卵を用いるのは江戸時代以前から存在する軍取り鍋などでも行われた食べ方でありそれが応用されたという見方が有力である。篠田幸造の明治百話には明治二十年頃の商店における番頭の思い出話として 四ツ谷の牛肉店、三河屋へ上がり込んで、ねえやん、鍋に幹だ。それから、成分を持ってきてくんなと言ったところ、その、成分が何か通じず、お神が出てきて、なんでございます。成分とおっしゃいましたのはととわれ、何さ、卵のことだよ。成分をつけるからさ、この山の手では流行らねえことばかりと言った、という記述がある。ここで言う、成分とは、成分の意と思われ、 食べ方は不明だが、当時の東京ではすでに牛鍋に鶏卵が用いられていたことがわかる。白滝の近くに肉を置くと、白滝に含まれる凝固剤のアルカリ性によって肉が硬くなると俗に言われる。これについて、日本こんにゃく協会は調査の結果、白滝の有無による肉の硬さへの影響は見られない。割り下の PH 値もほとんど変化しないと発表している。 なお、市販の袋詰め白滝には凝固材溶液が入っている場合があり、教会では水洗いを進めている。アメリカ合衆国では日本料理の代表としてよく知られている。ハワイにはすき焼きから派生したヘッカという煮込み料理がある。これは日系移民が伝えて定着したもので、牛肉ではなく鶏肉を用いるのが一般的である。タイにも、 すき焼きという名称の料理がある。魚醤などを用いた、台風のタレで食べるしゃぶしゃぶや水炊きに近い料理である。台湾のすき焼きは、ことぶきき、しょうと書きされ、独自の進化を遂げたものである。ことぶききしょうの文字は日本語のすき焼きの漢訳であり、長寿、喜びの意味も加え込んだものと言われている。すき焼きは、日本の台湾総督府が統治していた。 大正時代の頃に台湾へ伝わり、その味が台湾人の口にあったことから10年ほどで台湾全土に普及した。以下、台湾のすき焼きの特徴を挙げる。ありがとうございます。